やっと、えい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 、剣道の基本についてお話しいたします。まず武器ですけれども、相手に対して最初から戦うという姿勢ではなくて、最初は右手に置くのが礼儀です。で、稽古が始まりますと、それを左手に、置くと。稽古が始まりますと、すぐに抜ける状態、使える状態でも失礼ではないということになります。さあ、次にこの剣術武道には必ず敵がおりますので、敵と私との関係になります。まず自分の位置というものをはっきりと確認をするということが大事でございまして、まず私の位置が、例えばこの畳の中でこの一点を中心にいたします。そこに座ります。そうした感じで、この一点と相手との関係で距離感覚というものが出てまいります。で、立ち居振る舞いですが、この座った時から立つというところ、隙がなく立つということが大事です。立つにしても、こういうふうに立ちますと、そこをスパッと切られてしまいますから、隙なくということが大事。そして立ちまして、また先ほどの一点に自分の位置を確認をいたします。そういたしますと、全てのことに距離感が出てきますし、また自分の体の中心、おへそよりもちょっと下の一点を自分の重心と考えることによって、上下の感覚も出てまいります。そこに心を置く、
心を静めるというふうに申しますけれども、心を置いてしますと少し膝を柔らかくいたします。そして構えですけれども、これはまず相手の私に対して攻撃しようという意思に対して、それをまあ制するという意味がございまして、左手がおへそよりも一拳離れたところです。そして右手が自然にこう柔らかく小指の方から少し縛っていきます。そして気持ちがこの切先、まあ大体はこの物打ちというところに気持ちが出るようにいたします。そしてこれを伸ばしたところが相手のこの眉間に来るということです。そういたしますと相手の方に私の気が通ずるという流れです。目で相手の目をだいたい額に入れたような格好で見ます。で、剣でこの伸ばしたところの相手の眉間に行きます。それがまあ正眼という姿でございます。そして今度はこの刀を相手の方にいつもタイミングよく運ぶというところが剣術というふうになりますが、運び方は右足が少し前へ出ます。普通の剣道、市内剣道ですと少し足の運び方、形がちょっと違います。これは何しろ前へスピードよく動くというところがありますが、昔の剣術は少し腰を据えなくてはいけませんので、八の字型に足を組みます。そしてこれが正眼ということですが、この構えは自分の身を守るというところから一番特徴です。これから相手に近づいて打つ、ね、はまた横に打つ、こう出てもらいます。また左に打つというふうに発していきます。これに対して上段に構えるとか、また下段にこう構えるとか、こういういろいろな構えが出てまいります。これが一刀流系の剣術です。鹿島神流はまず無構えといいまして、自分をまず守るという気持ちを捨てるというところに一つ特徴がございまして、この正眼というものをまず外してしまいます。そして体全部をあるって敵にさらしてしまう、全部隙にしてしまうというところに特徴があります。こういたしますと敵にとっては私が全部隙ということですから、逆に敵はどこを打っていいかが分からなくなるというまた特徴もございます。さあ、鹿島神流はこれが無構えということになりまして、これから剣が発してまいります。その一番の特徴は螺旋形を使っていく螺旋の動きでございます。さあ、これで一歩前に踏み込みますが、ここが袈裟切りというふうになります。もう一つはやはりこう回って、こちらから右回りで回る螺旋形、左回りで回る螺旋形、この2つを一応最も基本になる動きとして組み立てられていくのが鹿島神流です。